明けましておめでとうございます。シュタインバッハ大学の石川です。2023年の大晦日から2024年の元旦にかけて、ロシアのクレムリンとウクライナ大統領府はそれぞれプーチン大統領とゼレンスキー大統領の古い年の締めくくりと新しい年への言葉を発表しました。今日はこのお二人の新年の言葉を本チャンネルで要約して比べてみます。まずはこの戦争をやり始めたロシアのウラジーミル・プーチン大統領の旧年の締めくくりの言葉と新年の言葉から見てみます。なお、ロシアとウクライナそれぞれの大統領の言葉の後にそれぞれの国歌演奏があります。プーチン大統領は2024年新年の言葉を次のように述べました。昨年、私たちは懸命に働き、多くのことを達成してきました。私たちは共通の成果を誇りに思い、成功を喜びました。そして断固としてロシアの国益、私たちの自由と安全、そして私たちの価値観を守り、それは私たちが揺るぎない支持をずっとし続けてきたものでありました。私たちを団結させた主なものは祖国の運命です。ロシアが通過しつつある歴史的段階の最も重要な意義、社会が直面する大規模な目標、そして私たち一人一人が感じている祖国に対する計り知れない責任についての深い理解です。私たちロシアの共通善、すなわちロシア人が達成すべき普遍的な価値と目標のためにロシア全体が団結しました。私たちは平日も休日も仕事でも戦いでもこの共通善のために団結し、慈悲と忍耐を示したのです。私は真実と正義のための戦いの最前線で戦っているすべての軍関係者にお話しします。あなたたちは私たちのヒーローです。私たちの心はあなたと共にあります。私たちはあなたたちを誇りに思いますし、あなたの勇気を称賛します。あなたが今、最も身近で親愛なる人々の愛、何百万ものロシア国民の力強い誠実な支援、全国民の支援を感じていることを私は知っています。私たちは一つの国であるとともに、一つの大きな家族でもあります。私たちは祖国ロシアの自信に満ちた発展と国民の幸せを確保してさらに強くなっていきます。2024年明けましておめでとうございます。ロシアのプーチン大統領はこのように新年の辞を述べました。次にウクライナのゼレンスキー大統領の新年の言葉を見てみます。
ゼレンスキー大統領は2024年新年の言葉を次のように述べました。何百万ものウクライナ人に2023年について尋ねれば、何百万もの異なる答えが返ってくるでしょう。泣きたくなるような悲しみがあり、その一方で喜びもありました。2023年で共通したことといえば、ウクライナが強くなり、ウクライナ人が強くなったということです。今から676日前には、四方八方からミサイルが飛んできて、敵の猛攻撃が迫ってきていました。多くの人はウクライナは1週間も持たないと考えました。2023年まで生き残れることはおろか、2022年を生き通せるかどうかを信じていた人はほとんどいませんでした。そして今日、私たちは2024年を迎えています。ウクライナは生きています。ウクライナは戦っています。ウクライナは前進し、機能し、存在しています。そしてこれは奇跡でもおとぎ話でもなく、魔法でもなく、あなた方一人一人が成し遂げた功績なのです。何百万ものウクライナ人のそれぞれが成し遂げた功績です。ロシアに拉致されたウクライナの子供たちを返還するための連合に参加した全ての国に感謝します。そしてパトリオットミサイルやハイマースやナサムスミサイル、エイブラムスやレオパルトなどを供与してくれた全てのパートナーに感謝します。ウクライナのパイロットはすでに F-16 戦闘機を使いこなしています。そして2024年、私たちは少なくとも100万機のウクライナ製無人航空機を製造して前線に投入します。ブラックシー黒海にはロシアの居場所はありません。2023年にはウクライナで6000回の空襲警報が鳴り響きました。ウクライナ防空軍は勇敢にウクライナの空を守りました。2022年の大晦日に私が言った言葉を今日も繰り返して私は言います。新年が私たちに何をもたらすのかはっきりとは分かりません。しかし新年に何が起ころうとも、私たちはさらに強くなります。ウクライナ国民の皆様、明けましておめでとうございます。ウクライナに栄光あれ。ウクライナのゼレンスキー大統領はこのように新年の辞を述べました。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。